おはようございます。またまた秋田県民やってきました。なんと今日3月末なんですけど、今年に入って秋田県3回目でございます。やば、この短期間でこのスパンはめちゃくちゃやばい。すごいわ、秋田こんだけ来たん初めて。はい、ということで今回なんで秋田県に来たかというと、この今動画アップされてる頃にはもうオンエアされてると思うんですけど、先日出演させてもらったリアットツレストさんで水ダコを狙ったんですけど、まあ、その時にちょっと水ダコが釣れなかったということで、そのリベンジを果たしにやってきました。うわー、まあリベンジということでロケと同じ船でやりたいと思います。船長さんにもお願いしてあるので、ちょっと今回は絶対に釣ってきます。頑張ります。ということで、あともう2分ぐらいで着くので早速向かっていきたいと思います。レッツゴー。さあもう着きますよ。ここかな、ここ左かな、合ってるのでしょうか。船長おるかな。この先踏切です、ご注意ください。踏切、どこに踏切があるんや。ここやと思うねんけど、あっとるかな、これかな、あ、これだ。おった、船長だ。こっちですか、ここここに止めるのか。おはようございます。お願いします。乗って大丈夫ですか。はい、どうぞ。はい、よし、お、すごい。お願いします。はい、大丈夫です。よいしょ。うちのカズさんが海に連れてくれた、はい、ありがとうございます。あ、船長よかったらこれ淡路島の大江のりっていうのが入ってるので、よかったら食べてください。はい、ありがとうございます。俺もお土産持ってきたから、はい、後で。あ、ですか、ありがとうございます。これよかったらステッカーとタオルなんで、よかったら買ってください。自分のグッズで作ってるやつなんで。ワイルドライフ。あ、そうです。ありがとうございます。はい、はい、あ、こちらよかったら使ってください。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日手伝ってくれる。はい。そうなんですね、船長さんですか。先輩漁師さんで、佐藤さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。いぶりがっこ、すごい、いいんですか。いぶりがっこ、やった。いただきます。秋田の名物。あ、はい、ありがとうございます。これもやろうかな。いいですか。ワカサギの佃煮。美味しそう。ワカサギの佃煮、片紙で、はい、ありがとうございます。それと、はい、秋田が出したブランド米。あまり売れてないようだけど、なんか駅ですごい宣伝 なんかありました、うん、ありがとうございます。全然常温でそのまま食べれるんで、はい、OK です。わかりました。米は食べ方説明するまでもないけど、はい、ありがとうございます。わ、すごい。あ、すいません、ありがとうございます。やった。100枚から荷物になるんです。あ、全然、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。こんな感じのルアーでやっていくんですけど、水ダコはなんとじゃじゃーん、めちゃくちゃでかい。これぐらいのサイズのやつでやっていきたいと思います。で、今回はもう最初からこんな感じでタコの大好きなアワビも一緒につけてやっていきたいと思います。前回のロケでこのアワビつけたら結構効果がすぐ出たので、今回は最初からこのアワビをつけていきたいと思います。
このもう壁際にタコが上がってくるところが見えとるらしい。いいよ。水深はどれぐらいですか？16。16。はい。こんな感じで船と壁の間を狙っていきます。ありがとうございます。
長の奥さんがくれました、おにぎり。荒れて出れらんかったこの反対側の堤防に来ました。
ケットでの水ダコ釣りいかがだったでしょうか。ちょっとエンディングを撮り忘れてて、あとドリになってるんですけど、楽しんでいただけましたでしょうか。第三小人丸さんでの水ダコ釣りが3月末までということで、ちょっとギリギリなんとか滑り込んで水ダコを釣ることができました。でもやっぱり秋田ではまだまだ20キロ超えのかなりでかい水ダコが生息するので、次来年はその大きい水ダコをゲットできたらいいなと思います。なのでまた来年リベンジに行ってきたいと思います。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。